堤さん、チェーホフさん、どうもありがとうございました。チェーホフの最後の言葉は、ドイツ語で私は死ぬだったと言われています。では続いて映画監督の小谷忠介さんにお話をいただきます。小谷さん、お願いします。飲みすぎたわけじゃない。はい、今回の趣旨がですね、映画誕生前夜ということだったので、何を話そうかとちょっと考えてみたんですけども、自作にですね、写真家の石内都さんの、メキシコでの制作過程を追った、フリーダ・カーロの遺品というドキュメンタリー映画があってですね、その時に自分なりに、本当に少しなんですけども、写真について、ちょっと勉強したことがありますので、僕の方からは、専門領域ではないのですけれども、写真史について簡単に、紹介させてもらいたいと、思います。で、写真が発達して成熟したのが、およそ1840年代から、1870年代までの、時期だと思われるのですけども、そのあたりについて特に話していきたいと思います。で、1839年にですね、フランスの、科学アカデミーによるフランソワ、アラゴさんという方が、この人は、数学者であり、物理学者であり、天文学者であり、政治家であり、後の、フランスの第25代首相を、務めることになる非常に権威のある方だったんですけども、彼の講演で写真像を極めて精密に記録する実用的撮影方法が世界に、発表をされました。で、フランス政府はその撮影方法の特許を、買い上げることになるわけなんですけども、この画期的な発明はダゲレオタイプと呼ばれる方法で、よく磨かれた銀の板にですね、露光し、水銀、蒸気を当てると、像ができることから、日本では銀版写真とも、ごめんなさい、なんか落ちた。銀版写真とも、呼ばれています。で、この方法を身近なところで、挙げるなら、ポラロイドですね。ポラロイドカメラは今でも愛好家がいますけども、ダゲレオタイプと原理は似ております。で、このダゲレオタイプの発明者はルイ・ジャックマン・デ・ダゲールという方ですけれども、ダゲールはもともとパリの画家で、オペラの舞台背景なんかも描いてた人なんですけども、彼の絵は当時、時代にふさわしい、当時の時代にふさわしい客観的というか、自然主義的な作風で、ダゲールの手がける舞台背景も当然のことながら、現実再現的な、極めて、写実的な巧みな作品でした。で、この現実再現的な作品を描いてきたダゲールは、さらにですね、限りなく本物に近づいた像を作り上げたいという、願望からですね、絵画にとどまることなく、科学的研究を進めることによって、ダゲレオタイプという写真を発明したわけです。ダゲレオタイプの中でも、広く知られています、パリ・タンプル大通りという作品ですが、これは1838年、ダゲールのアトリエの窓から撮影された、そうです。で、ちょっと注目してもらいたいのですが、画面の左下ですね、この辺りかな。2人の人物が映っているのが分かりますでしょうか。
靴磨き屋さんとそのお客さんだと思えるんですけれども、これについてはいろいろと、まあ、言説が あるわけなんですが、ただ一つ言えることは、撮影時にこのタンプル大通りを大勢の人たちが、行き交っていたであろうという、まあ、そういう現実がですね、全く映ってないということです。群衆の姿が消え去っているわけなんですよね。まあ、今となればこの現象は、不思議なことでも何でもなく、ダゲレオタイプは、まあ、長時間露光が必要であったため、動きのあるものを、写真に定着することができなかったということです。でもこの雑踏の、現実ではなくて静寂の、まあ、超現実的と言いましょうか、そういった、写真になっているのが、非常に面白いなというふうに思います。はい、でダゲレオタイプはですね、発表後世界にわーっとこう普及したわけなんですが、特に主要な利用領域となったのが、まあ、人の顔や姿を写し取った肖像です。肖像画や肖像写真の肖像ですね。それまではもう本当に限られた特権階級の人たちが所有することができた不死の形態としての肖像画、不死の形態って言葉にしてみると伝わりにくいんですけども、まあ、描かれた人の永遠の生を見ることができるのが、まあ、肖像の持っている力だと思うんですけども、その、まあ、不死の形態としての肖像が、ダゲレオタイプの誕生によって一般の人たちにも到達可能なものに、なったわけです。で、まあ、ここにですね、イメージの民主化が始まったわけです。新しい発明品である写真は当然のごとくですね、肖像制作というそれが最も力を発揮する仕事に直ちに適用され、まあ、事実数年のうちに何千という数の、まあ、肖像用写真館が、作られました。まあ、しかしこの比類のないダゲールの発明は完全ではありませんでした。イメージは生み出したものの、そのイメージを再生、つまり、コピーすることができなかったんですね。で、ダゲールの最も大きな特徴は、ポジティブ画像をダイレクトに得る写真技術です。ダゲレオタイプは、まあ、銀板上に定着されたポジティブ画像をそのまま最終的に、鑑賞できる、まあ、画像となるわけですが、まあ、端的に言ってしまうと、ダゲレオタイプで撮影された写真は、まあ、1枚しか存在しない、このように1枚しか存在しないという欠点を持っていました。で、このダゲレオタイプの装置が発明されて早くも、1ヶ月後にはね、1ヶ月後にですね、ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットという人が、現れます。彼はカメラの中でネガの写真映像を紙にペーパーですね、ペーパーの紙に記録し、それを用いて、順々に複製のポジを作り出す。ことによってイメージのが、複数枚プリントされると、説明しました。まあ、紙をベースにしている点や、コピーできる点など、ダゲレオタイプとは、まあ、大きく違いますよね。大きな利点になっています。カロタイプという名前でも知られていますが、この、タルボットタイプは写真芸術の2番目に重要な要素となります。はい、これが、タルボットの作品で、大通りの眺め、パリにてという作品ですが、イギリス人である彼は、1843年の、5月からだいたい6月までパリに滞在していました。その目的は、タルボットタイプの技術を広めることと、タルボットの、特許権の改定を見つけることでした。
で、その滞在期間中に撮影されたのが今見てもらってる写真なのですけども、面白いと思わないでしょうか。これまたしてもですね、窓越しから撮影されてます。この風景は、ラペ通りの角に立つ、オルテド・ドゥブールの2階の窓から撮影されたそうですが、先ほどのですね、ダゲールのパリ・タンプル大通りとあまりにもよく似てますよね。2つのイメージの類似点は、まあ、偶然と呼ぶには、まあ、多すぎるぐらい多すぎるというか、この写真もまだ、長時間露光によって群衆の姿は、消えてるわけなんですけども、これは明らかに、ライバルであるダゲールから、まあ、俺は絶対身を引かないぞという、まあ、タルボットの強気な態度として、捉えることができます。見ることができます。はい。で、その後ですね、1851年、フレドリック・スコット・アーチャーのガラス板による、コロジオンプロセス、コロジオン法が、タルボットのキメの粗い写真に撮って変わったとき、イメージを正確に捉え、なおかつ無限にそれらを複製できる写真装置が完成されます。ネガポジ方式ですね、これが。このコロジオン法の普及によって、豊かな層の中には、自分がですね、写真機を買う人も現れ、いわゆる、まあ、アマチュア写真家が数多く出現しました。これはですね、アリス・リデルという名の少女の写真ですけれども、撮影者は、お分かりでしょうか。このアリスっていうところが重要なんですけども、まあ、この写真を撮ったのは、不思議の国のアリスの作者である、ルイス・キャロルです。キャロルがですね、カメラを入手したのが1856年で、不思議の国のアリスのモデルとなった、当時4歳ですね。4歳のアリス・リーデルを撮影したわけですが、まあ、彼なんかもアマチュア写真家として生涯、約ですね、300人を超す少女と出会い、彼女らを被写体として、写真を、撮り続けました。はい。で、まあ、後半に入ってきますけども、1871年、リチャード・リーチ、マドックスによってですね、集荷銀をゼラチンに混ぜた環光乳剤が開発され、ガラス板に乳剤を塗ったゼラチン乾板、乾板とは乾いた板のことですけども、まあ、1870年代末期、以降、コロジオンプロセスに、変わり普及することに、なります。このゼラチン乾板は感度が高く、また撮影者自身が必要としなければならないコロジオン法に、比べて、工場でですね、大量生産し、あらかじめたくさん用意することができたんです。これによって、野外での撮影の機動性も、非常に高まりましたし、これまでの感度で撮れなかった動くものですね、が撮れるように、なりました。はい、この写真を撮った方は、エドワード・マイブリッジです。マイブリッジによる走る馬が非常に有名な写真ですけども、まあ、彼が撮影した、まあ、動物であったり人間の動きの瞬間を捉えた連続写真もゼラチン乾板で撮影されました。
でこの写真ちょっと、説明させて、もらいますけども、当時ですね、ある実業家がいて、彼は実業家、まあ、いわゆる裕福な人間なので、人なので、世界一の競走馬を育て上げるという、まあ、野望を抱いていたんですね。で、ある時その実業家ともう一人別の実業家の中で、走る馬の足は4本同時に地面を離れる瞬間があるのか、それともないのかという、まあ、議論になったそうです。で、2人はじゃあ白黒をはっきりつけようじゃないかということで、まあ、当時売れっ子だった写真家の、エドワード・マイブリッジを雇ってですね、彼に馬が走ってる姿を撮らせようとしました。しかしですね、まあ、相手、被写体は疾走する競走馬ですから、人間の目では、まあ、見極めることのできないその動きをですね、写真に収めるのは、まあ、当時はもう容易なことではありませんでした。で、このプロジェクト開始から5年の歳月が、まあ、経過した1877年にこの写真が撮られました。こちらの2枚ですね。こちらの2枚の写真を、見ていただけると明らかですけども、見事に4本の足がすべて、地面から離れる瞬間が捉えられています。はい。まあ、この辺りまで来ると、写真が映画の道を切り開いて、いますよね。まあ、映画という日の出がもう間もなくといった感じです。まあ、今回触れた発明家であったり、写真家の細部まで語る時間は、まあ、あまりありませんでしたけども、まあ、それぞれ皆目に映るものを形にしたいという執念が、写真の進化を推し進めてきたことは、まあ、確かだというふうに、思います。まあ、本の紹介っていう意味ではですね、僕の方からは、これは飯沢光太郎さんのお書きになられた、写真評論家の飯沢光太郎さんがお書きになられた写真的思考ですね。この本は、僕が今日ざっと話したのは世界の、写真史ですけども、日本の、写真史というのもまた独自にありまして、そういったものが書かれている本で、まあ、これはこれで非常に面白く読ませてもらった本でもあります。はい。じゃあ以上、僕の方からはダゲレオタイプから、ゼラチン乾板までを紹介させていただきました。ありがとうございます。